面白かった。またいつかやろう。新品のスポンジになったみたいだ。僕にぴったり。みたいに爽やかだ。わあ、キラキラ。ボタンを押しまくるだけで楽しい時ってあるよね。押せ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 。新品のスポンジになったみたいだ。風みたいに爽やかだ。さあ、スポンジバブ。君が無事でよかったよ、パトリック。そりゃそうだよ、スポンジボブ。無事じゃないわけないだろ。だってロボットや。あ、そうだ、これを見つけてきたよ。なんだかわからないけど大事なものっぽいから。ありがとう、パトリック。僕はずっと走り回ってて疲れちゃったよ。だからその調子でお願い。いいよ。やったやったやった。持ち物がすごくたくさんあるね。みんなにプレゼントだよ。これどのくらい運ばないといけないの？
スポンジボブのパンツサイズが合わないみたいだな。痛い。おい、そこの薄のろやる、こっちを見ろ。石が喋った。ああ、痛いなる石を何なりとお回しつけよう。こっちだ、でかいだけのピンクののろま。あ、やあ、プランクトン、オイラを蒸発させるの？それも非常に魅力的だがな、残念ながらお前を手伝うという望ましくない役割を担った。オイラも昨日変な寝方をして首を痛めたよ。よく聞け、未来の手下よ。クラゲ洞窟に行くんだ。そこの看板の指示に従え。洞窟の奥についてもお前はでかいピンクの間抜けのままだろうが、ロボットを倒して俺を餌バケツ艇に戻すぐらいの知恵はつくだろう。そしたらオイラを蒸発させてくれる？お前の命は救って、俺様のブラック企業で出来の悪い偽ブランド財布を作らせてやる。わあ、やった。暗くて怖い洞窟。これどのくらい運ばないといけないの？
行くぞ。これは爆発しそうだ。お前が王様クラゲを探してるってイカルドから聞いたかねえよ。え？それはよかった。あの怪物が私の客の尻を刺しまくっているんだ。あいつはスポーク山のてっぺんにいるらしい。船乗りを退治してこい。大変な仕事だね、カーニさん。やってみるよ。